あらちゃん、ピースオブケーキ。はい、はい、この間、はい、ちょっと遠出したんですよ。はい、その帰りにね、サービスエリアに寄った時に、はい、を動画で使えんちゃんと思って買ってきたんですよ。はい、でね、あのいつもいるチュースの人が、はい、体調戻ってきてたら、はい、食えるなと思ってたんですけど、はい、まだ帰ってきてないので。そうだね、そうです、はい、がね、帰ってきてないので賞味期限的にね、食わないと、あ、それはまずいですね、うん、ポンポンペイになっちゃうんで、うん、それはまずい。それなんでね、今日は2人でね、食ってみようかなと。はい、ちょっとね、見て面白いなと思ったもんだったんで買ってきてみました。面白い、うん、それがね、こちら蔵王のひよこプリン。まあ本編で開けて食べていきたいと思います。ということで本日は蔵王のひよこプリンを食べていこう。イエイ。本編のご覧ください。どうぞ。開けまーす。はい、言わんのかい。いや、開けますって言ったよ。開封の儀やろ、そこ。これでーす。卵のパックに入ってる。はい、あ、マジで卵だ。あの、薄皮もついてます、内側。へぇ、いただきます。いただきます。はい、殻食べた。え、殻はね、これ別にクッキーとかじゃねえから。本当に本物だった。うん、だって見てそうじゃん。最近精巧に作られてるお菓子とかあるじゃないですか。ああ、食えるかなと思ったけど、超卵。うん、あ、すげえ卵感。下にね、ちゃんとカラメル入ってる。あ、本当だ。うん、そんなに苦くない。卵の香り生かしてる感じ。うん、でもさ、うん、一つ言っていいですか。うん、卵の殻に入ってるじゃないですか。うん、カラメルがね、うん、醤油に見えるんですけど。わかる。ちょっと柔らかいさ、卵焼き食ってるような感じになるんですけど。うん、わかる。でも味がプリンだから、うん、脳みそがちょっとね、バグりです。情報がちょっと多いプリンですね。そうだね、情報錯綜型だね。うん、うん、あの、1個目食った後に、うん、2個目行って、ちょっと気づいたことがあるんですけど。なんでしょう。食いづらい。俺ら1個目で気づいてた。物珍しさと発想はすごいけど、あの、食いづらい。いや、昔ね、うん、昔とかちょっと前流行ってたんだよ、これ、うん、あの、ウフプリンとかって言って。そう、オイラが見たことあるのって、このプリンの上のところに、うん、なんか生クリームとかふわっとかってなってて、っていうの見たことある。食べたことなかったけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。エッグバーナープディンじゃねえさ。え、プディンじゃねえんだ。いや、卵だから。あ、なるほどね。はい、はい、はい、味はね、美味しかったですね。味はね、卵感が濃くて、うん、バニラエッセンスがしっかり効いてて、うん、ちょっと柔らかいのかなと思ったら、しっかりこう固めのちょっと懐かしい感じのプリン、うんうん、でも柔らかい。カラメルも、うん、あんまり苦くなく、うん、さっぱりしてる感じですよね。卵の風味を邪魔しない感じのカラメル、うん、卵を楽しめるプリンですね、うんうん、ただ一つ改良点を挙げるとしたら、うん、食いづらい。食いづらい、うん、でも結構お土産売り場でもらったら嬉しいね、うん、お土産とかで売り切れてた、うん、はい、いろんなものがあるということで、はい、またどっか行った際に見つけたら。はい、でも久々じゃない、スイーツ部でなんかこう買ってきたりしたやつって。あ、俺最近いただき物でさ。そうですね、いただき物が多かったんで、うん、はい、なんか見つけて買ってきた的なのを久々かもしんない。はい、うん、またなんかね、スイーツ部をちょっと発動させてもいいんじゃないですか。はい、はい、気になったやつとかね。はい、うん、やってみたいと思います。やってみたいと思います。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それでは、せーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。
その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますのでチェックしてみてください。それではせーの、チャ